ほう。ほう。ほう。で？どうも、ケイシーです。いつもご視聴ありがとうございます。今回紹介するゲームはこちら。モンケージというゲームになります。もしかしたら発音モンカージュが正しいかもしれないです。こちらのゲームなんですけども、まだ、リリースされてないデモ版のゲームになります。Steam のストアページを見ると、発売予定日まだ未定で価格も、未定です。ちょっと前に Steam で、The Steam Game Festival というインディーゲームの体験版がいろいろ遊べる、イベントがあったんですけども、そちらの方で、遊べるようになっていた、ゲームで気にはなってたんですけども、ちょっとその時に、プレイすることができなくて、私は、itch.io というサイトの方で同じように、このゲームのデモ版があったので、そちらを、ダウンロードしてプレイしている形になります。itch.io の方は、Steam は、Steam のアプリを起動して、そこからゲームを、立ち上げるんですけども、itch.io の場合には、サイトの方から直接ゲームのインストーラーなり、圧縮ファイルをダウンロードして、自分の PC に、入れて、ゲームを実行するという形になります。詳細については、概要欄の方にサイトへのリンクを貼りますので、そちらをご覧いただければと思います。で、こちらのゲームなんですけど、今、カメラがあって、まあ、ボックスの中にカメラが入ってるっていう状態になってるんですけども、この、ボックスの、側面ですね、まあ、回転することができるんですけど、回すと、それぞれの、側面にいろいろな、シーンが出てきます。それを、いろいろつなぎ合わせたりして、新しいシーンを作って物語を進めるというようなゲームになります。近いので言うと、ゴロゴアっていうパズルゲームがあるんですけども、そちらが、そちらはまあ平面なんですけど、シーンとシーンを横だったり縦だったりにつなぎ合わせると、次のシーンが出来上がる、物語が進むっていう、パズルゲームがあったんですけども、まあそれを立体にしたような感じのゲームになります。では、実際プレイしていきたいと思います。右の、マウスのドラッグで動かせます。こんな感じで、違うものが出てくるんですね。今、それ以外は普通にカメラが見えてるんですけど、ここだけ、棚があってボックスがあるって感じになってます。私もちょっと初見プレイなんで、これがどれぐらいの、まあデモなんで、ね、そんなに長くないと思うんですけど、そもそも最後までできるのかどうか、ちょっと不安なんですけど、やっていきたいと思います。ズームして、インタラクト。はいはい。開きました。なんか光った。あ、こっちができた。で、箱があって、これは何かクリックで動くってわけじゃない。で、こっちのシーンが、でもなんか動くわけじゃない。壊れた車があります。うん。今ちょっとわかったんだけど、この車ですね。きっと。車同士をつなげ、2台と車をつなげるのか。はい。はいはいはい。車が走り出しました。で、橋の先が、見えぬ。まあ、壊れてて進めません。これは、おお、戻ったらなんか全然違う場所になったぞ。ほう。カメラ。カメラとカメラは、別に繋がらない。なんか、拡大できたけど、できることは、
あ、これ。お。写真。お父さんにカメラで写真を撮ってもらってる子供かな。うん。あ、写真が壁に貼られましたね。あ、じゃあこれ見える分だけ写真が出てくるのか。はい。これは、まあ、収集物かな。これは？はい。回転します。ここにも写真が、はい、さっきの子供が成長したのかな、これ。どっか出かけてくるよみたいな、そんな感じ。順番的にこれで合ってんのかな。はい。でここが開くわけでもないの。うん、つながりそう。つながった。ん？でも何もこう、あ、そういうこと？ん？こう。で、開ける。おお。ほうほうほう。はい。またなんかこっちができたね。写真。何かの設計図。いきなりなんか違う、全然違う写真になったけど。親子の何かじゃないの。またこのまだ中にカメラが見えてる、これ、こういうところはまだ何もできないんだろうね。ここはあんまり拡大とかはできなさそうだね。うん。ここはなんか、あ。なんか、どっか、あんまり繋がる気がしないな。あ、戻れる。あ、もしかして。ね。これ、もしかするかな？はいはいはい。あ。あら、戻っちゃった。戻ったけど、おお、お。なんか水の音がする。あ、ん？これ水溜まってんのか。おお、拡大した。違うな。もう一回何か合わさないとダメか。ここで。戻った。違う。え？そうじゃないよね。これは別の方向に行かないのか。あ、ああ、これで一回こうしといて、もう一回こうやる。はいはいはい。これで、これだったらいける。いけた。こうだな、多分。はいはい。なんだ、なんか転がってきたよ。大丈夫？
これ、あ、ん？ダメ。なんかこうっぽい気がするんだけど、なんか上があるのか。なんか上、これでかいよね。あ、戻せばいいのか。そういうことか。え、違うな。戻しても見えねえな。ん？どういうこと？あ、なんか、ここもいけそうな気がする。はい。お、開いた。血が来た。何かできそうな気がしないな。うん。あっちか。下を拡大するなんてできないのか。こっちで。もう何かできそうな感じはないね。にはない。お？他に。あ、これ？おお、水が出た。おお。あ、これでもしかしたら、うん、なんかいけそう。こう。はいはい。はい、はい、うわ、水どっそ戻った。水が必要かな。いや、何にも合わないな。ああ、おう、そっか。クレーンがなんか、はいはいはい。おう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 。え、で？
ほうほうほう。もう一回戻そう。いけそうだ。クレーン。こう。はい。で、そこ！あ、間に合ってない。繋がったんだけど。もう一回か。あれ、繋がってない。繋がった。どのタイミングで動かせ？これで動かせ？あ、動かせ。よし。繋がった。危なー、ギリギリ。あ、お、ドローン。おー、引いてる。カメラが随分引いた感じになった。ん？はい。死後はさっきあったんだけど、これこの場所だから、そうだよね、ここのはしごだから、てかもうここ拡大できないな。え？いや、もう何もできない感じがするな。ん？FB コンテニング。なんか水が流れてることずっとしてんだけど。終わり。終わり？なんかいろいろ取り忘れてる感があるんだけど。あ、写真がこんなところに。二人が電話をしている。ん？違う違う違う。じゃあ、ここの奥とか、何もまだできないってことか。なのかな？もしかしたら、やり忘れ、もし、何か、うまくやったら写真がどこかにあるとか、っていうのがあるのかもしれないですけども、デモなので、実際、ここの、壁にある写真が全部撮れるわけではないとは思うんですよね。これが全部撮れたら多分ちゃんとしたクリア、もしくはまあ別のステージみたいなのがあるのかもしれないんですけども、とりあえずこれで、終了。デモ版としては終了という形になりますね。R。あ、戻った。はい。うん。やっぱり、感じとしてはゴロゴアに近い感じですね。うん。立体で見るんで、いろんな方向からこう確認していかないといけないっていうところで結構頭を使う感じはします。でも、こういうパズルが好きな人には、かなりおすすめなんじゃないかと思います。あと、ちょっとデモ版だからなのか、本編もそうなのかは、今のところわかんないんですけど、まあ、文字は一切出てきてないので、仮に日本語対応してなくても、プレイする分には問題ないゲームなのかなという感じはします。まあ、雰囲気で、物語を感じ取っていくようなゲームになるのかなという感じはします。まあ、実際ちょっと違うのかもしれないですけども。はい。では、今回紹介したゲームは、なんだっけ、モンケージというゲーム。モンケージか、モンカージュという、ゲームでした。はい。この動画を気に入っていただけましたら、登録、
及び、コメントなどいただけますと励みになります。それでは。